はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト10続きやっていきたいと思います。前回ね、バージョン 5.4 の、ストーリー進めようと思いましてね。なんだけど、ちょっとね、クエストがあったので、やって大魔王の釜をね、復元させたみたいなクエストやりましたけど、今回はね、純粋に光の川を探して、光の里って場所に行くのかな。そのクエストの、クエストというかね、メインクエストの続きをやろうかなと思うんですけどね。メインストーリーか。クエストじゃないね。まずはオルフェアの光の川から行こうか。なんか5箇所光の川があって、そのどこかがなんかすごい力を持っててね。で、そこに行けば、そのなんか銀の丘って場所がプクランドにあるんだけど、ここね。なんかそこに行けるような、行けないような、そんなこと言ってますけど。光の川ってここだよね。この裏にあるよね。すげえね、村にまたがってるから、だから獅子門とかもそうだけど、あそこだもんね。あそこで使うのか？光の得意点はこの大陸ではないようだ。他の大陸を探してみよう。ん？オルフェアの町。ああ、そういうことか。まあ、大陸に行けってことだよね、要はね。じゃあ、ガタラ行ってみるか。で、全部で光の粒掲げればどこかわかるので、オルフェアではないんだ。かすかに震えてる。どうやらこの大陸のどこかに、見つけた。じゃあ、どこだっつったっけ？これランダムなんかな？ラニアッカ断層帯。あ、そこに行けばいいんだ。じゃあ、見つけたね。前回できたね。今回進みますけどね。ラニアッカ断層帯どこだっけな？アグラニかな？これドワーフだからこことかじゃないよね。あ、光の川上にあんな。だいぶ遠いね。ちょっとカットしますね。ここだと思うんだけど、ここのどっかだよね。この光の川付近に得意点がありそうだ。東からの力に反応してるように見える。東。右か。なんだこれ。あったあったあった。下に印あるんだね。なんと、壺に反応するように、光の川がひときわ強く輝き始めた。まばゆい輝きが光の川から触れ、光の壺に吸い込まれていく。創生の力。これが、ドワーフだからここなんか、ね、ちょっとわかんないので、さすがに。なんかそういうのあったよね。前。じゃあ、リンクル地方の光の丘って言ったよね。端っこで飛んだ方が早いかな。飛ばしてくれるあれ、もしかして。ちょっとそれはわかんないけどね。ずっと魔剣士で行きますんで。あと26上げなくちゃない。116まで。銀の丘まで飛ばしてくれないか。オルファの丘ってどこだったっけ。あんじゃん、銀の丘の前。銀の森って言ったよね。そうだの泉って。なんだこれ、どっちだ。こっちか。スーパーマリオワールドかって話だよね。見つけるの分かんなかったからね、昔。銀、右か、銀の森。
ここのね、まあ、謎っていうか、あそこの奥にいたものも何か分かったしね。ここって登録してた方がいいの？まあいいか別に。お、なんだこれ。はい、何かを両手に抱えるポーズをした女神像がある。まあ光の壺だろうね。やっぱりここにいたんだね。おい、なんでお前がここにいるんだ。そうよ、どうやってこの場所まで来たの。わからない。ただイルーシャを探していたらいつの間にかここに来ていたんだ。おい、光の壺が。どうやら道が開けたようね。この先はもしかして。まったく、つかみどころがないやつだな。女神の導きをたどれば神話時代から残る光の里フィネトカとやらに着くはずだ。俺たちも行くぞ。何フィネとかだね。なんだっけなと、光の里は覚えたけどね、なんだっけなと思ってね。フィネとかね。はい、何か力感じる。像を再び調べてみよう。光の花びらが溢れ出し、いざなうように舞っている。花びらを追いかけてみよう。追いかけてみよう。ああ。追いかけれんだね、本当にね。なるほどね。道なき道を。宝とかなんかありそうじゃね。ないかな。遠くまで飛ばせないようだ。花びらが落ちた方向に進んでみよう。ん、あ、なんかあんねん、あそこにね。自分で探せってか。ああ、あったね。まあ分かるような感じで。え、ここはちゃんと壊れてないんだ。壊れてて機械なんかみたいな。右もなんか行けそうじゃね。まあいいや、なんか変なとこ行って道迷ったらだから、道すげえ迷うからね自分ね。
なんか見たことあるやつとか出てきたら笑えるよね。なんかここ行くとあれ見えないけど、あのイシュマウリとかさ、なんかさ、そんなのさいたとこ、ドラケエイトのなんか一瞬そんな雰囲気したけどね。違うんかな、違うとは思うけどね。お、あの見えるやつか。この場所になら一息つけそうだ。なんと銀の丘前に通じる旅人が現れた。これで森を脱出してるところなんです。あ、そう。一回行かないとダメかな。ここまで戻ってこれるってことは、まあ合ってたんだろうね。この場所が、あ、ここか。別に入らなくてもいいのかな。入ってなんかこれが開けるとかじゃなさそうだ。花びらを追いかけてみよう。まだあるんかい。ん？え、なんかいるけど。スーパーテンツクがいる。あれ、ドラケ6にいましたね。自分一応実況でね、何々にいたとかね、何々初登場のモンスターとか言ってますけどね、実況なんで言ってるんで、あの、いらないかもしれないけど、いる人ももちろん見てますんでね。ああ、光が見えるとこはいいよね。敵いいんだな。あ、あったあったあった。敵とか戦ったらさ、見失いそうだからさ、ちょっとなるべくスルーしていきたいってのはありますけどね。あったあったあった。ん？間行こうと思ったら自分がバカだった。だからねえよな。お、でも、あ、なんかそれっぽいような感じになってきたね。不思議な力を感じる。もう少しで森を抜けられそうだ。なんと旅の扉が開いた。いつでも、これでいつでもここまで戻れそうだ。マジか。なんか戦ったことないやついそうだけど。後ででいいや、それは。なんと銀の森の不思議な霧が晴れ上がり、森の奥へと進めるようになった。銀の森の奥は初だね。ん？ひねとか、あ、なんだ今マップあったね、ちゃんと。
ここが神話時代から残る光の里フィネトか。なんだか懐かしい感じがする。うん、初めて来た気がしないね。ふわふわふわ、ようやく来たか。待ちかねたぞ若いの。あれだね、ドワーフだね。ボッコさんもこんな声してんのかね。なんだこのチビ。わしは極天女帝、ルティアナ様の使徒、六星人の一人、この里の長老でもあるぞい。こんなチビが長老だと、どういうことだ。あの大魔王も同じなんだけどね、すっげえ違和感感じんだけど、どういうことみたいなね。チビがって言われてる。これ魔族の若造、礼儀がなっとらんの。口を慎むがよい。さてと、お前たちの目的は分かっておるぞい。忌まわしき者、大いなる闇の根源が目覚めそうなんじゃろ。わしら六星人も当然把握しておる。詳しくはあの聖堂で話そうじゃないか。待っておるぞ。あんな少女が六星人だなんて、不思議なことがあるものね。とにかく話を聞きに行きましょう。いや、後ろに似たようなんけど、それも大魔王だからね、不思議なことあるよね。ああ、はあ、あれ、ナルジア、どこ？気配は感じるのに、変ね。はい、はじめ、ああ、全滅時の復活場所。アルエの町だったんだ。まあ、全滅なかなかしないかね。まあ、誰かしらいるんじゃない。こちらは光の里ヒネトカ、遥か神話時代から続く世と確立された隠れ里でございます。極天女帝様は聖堂にいらっしゃいます。聖堂は里の奥の一番大きな建物ですよ。あ、そう、いや、そうなんだけど、なんだっけ、何しようとしたっけな。なんか宝はない？えい、見つけた。1個2個2個見つけた。悪いね。お、レオパルドメダル。そういえばこれテリーに預けたんだよ。あ、一緒にやりますかつってね、誰からも声かかんなかったんでね、自分でやっちゃいましたね。飾り、まあこれも合わせてかな。これ光ってるのなんだろうね、これね。セロピタだって、ヒゲピタみたいな。じゃあ行っちゃいますね。やっぱいいもんあるね、結構ね。レオパルドも別にあれ売ったら結構いい金になると思うよ。メダルだかコインだか、まあどっちかだけどね、売れんのはね。なんだこれ、こっちか。お前たちがここに来た理由、それは、これあのレベル上げるときに
あげないと来れないかな。そういうあれかな。なんじゃっけ？あおお、そうじゃった。光の女神ルティアナ様の復活、その方法を探しに来たんじゃったな。わしら六星人の使命は古の伝説を継承し、当選士を育て、来るべき大いなる闇の根源の再臨に備えること。そしてここにアストルティアに散らばる女神ルティアナ様の使徒六星人が集った。ついにその時が来たのじゃ。では突然じゃが、あそこな娘、その場所で祈るがよい。あ、私、だけど祈るってどうすれば。心配するでない。清らかな心のままにそこに立てばわかるはずじゃ。これより我ら六星人に受け継がれし神々の物語を語りましょう。遥か遥か古の物語、これなるは大地が生まれし時の記憶。かの陶器世界、常しえのゆりかごは終わりの時を迎えんとしていた。おいし世界の古き神は一柱の若き神に創生の力を託した。これをもって若き神は創生神となる。その神の名はルティアナ。ルティアナは常しえのゆりかごを出立する。苦恩に続く苦難に満ちた旅の果て、たどり着きし安息の地でこの世界を作った。新たなる世界に降り立ったルティアナは、まず光から七柱の神々を作られた。新たに生まれし七柱の神々はそれぞれの似姿となる七つの種族とそれらが住まう大地を作った。そうして生まれた世界アストルティアには光と緑が満ち、命の歌が響き渡った。永遠にその平和が続くものと思われた。ところがそれが現れた。夜の闇よりも暗い暗い闇の底から、それは
生きとし生けるものを滅ぼさんとする悪しき神。その神の名は異界滅神ジャゴヌバ。かくして神々の長き戦いが始まった。遥か遥か古の物語、これなるは神々の戦いの記憶。イルーシャさん、どうかしたの？私、この話知ってる。どうして知ってるんだろう。なんか、あのね、想像、なんだろうね、まあ自分、イシュマフリとかいいんじゃないとか言ったけど、大いに外したじゃないですか。なんだけどね、もしかしたらってのちょっと浮かんでんだよね、今ね。その装置は神話の時代より受け継がれし遺物。先ほど幾万年の眠りから目覚めた。そなたに呼応するようにして。のう娘や、その装置を呼び起こせる者は女神の依代と言われておる。イルーシャ様、そなたのことじゃ。え？よくぞ戻られましたな、イルーシャ様。私が女神の依代？ふむ、すぐに信じられぬのも無理はない。それを受け取るのじゃ。炎に覆われた灼熱の山、カルサドラ火山。その腕輪は光の真相と呼ばれる女神様にゆかりがある5つの装備の一つ。伝承によれば、女神の依代たるイルーシャ様が光の真相を身にまとい、ある儀式を行うことでルティアーナ様はこの世に復活なさるという。残り4つの光の真相は神々の時代に建造され、アストルティアの各地に隠された女神の祠という場所に収められています。先ほどおっしゃった灼熱の山こそ、さらなる光の真相が眠る女神の祠。運命がイルーシャ様を導いているのでしょう。イルーシャ様、いかがじゃろうか。わしら六星人にとって女神様の復活は悲願。ジャゴヌバに対抗できるのも女神様だけじゃ。ルティアナ様の復活のため、女神の祠を巡礼してくれんかの。私が女神の依代だなんて、まだとても信じられない。だけど思い当たることもある。私の魔性を操る力や奇妙な記憶、女神ルティアナの復活、それが私にしかできないことなら、私は逃げたくない。やはりお前はただ者じゃなかったんだな。
イルーシャがそうすると決めたのなら俺は力を貸すぜ。もちろん私も手伝うわ。イルーシャさんが神話の登場人物だなんてまだ信じられないけれど。おっと、待ちたまえ。残念ながら君たちをイルーシャ様の巡礼に同行させるわけにはいかないんだ。この中でイルーシャ様と同行することを許されるのは君だけだよ。なぜだ。俺が魔族だからってわけじゃなさそうだな。うん、君はかつて竜の神ナドラガと戦っただろう。その時に種族神たちの力を授かったんじゃないか。闇の根源が眠りし地でイリューシャ様が目覚めたのはどうやら君の中の神々の力に反応したからのようなんだ。そうなんだ。私が闇の中で感じた温かな光はあなたの中の神様の力だったんだね。そして実は光の真相はその重要さゆえ祠の番人に守られている。イルーシャ様は女神の依代たる力を番人どもに示さねばならない。それは依代たる者に課された試練なのだ。だがその神々の力をもって女神の依代と通じ合った君であれば試練への助力も許されるはずだ。言うなれば二人は母子のようなものなのだから。あなたについてきてもらえるなら嬉しい。一緒に来てくれる？ありがとう。私頑張ってみるね。しかしせっかくここまで来たのに俺たちはお留守番ってわけか。そうとも限らないよ。君たちには君たちで果たすべきミッションがある。ジャゴ沼の眷属である邪神と戦ったろ。実は邪神を倒せたのは神のパワーを持つ君とイルーシャがいたからなんだ。それでは私たちだけでは邪神を倒せないということなんですか？案ずるでない。私ども六星人が邪神に対抗しうる神殺しの秘技を授けよう。貴公らにはふさわしき器が備わっている。だが容易に身につけられると思うな。この修行は極めて厳しいものになるぞ。上等だ。やってやろうじゃないか。邪神に対抗する力、そんな重要なものを魔王だけに習得させるわけにはいかないわ。その修行、勇者として受けて立ちます。さて、話が横にそれたが、まずはイルーシャ様が見た光景の示す地、カルサドラ火山の女神の祠へ向かうのじゃ。彼らの修行は他の六星人に任せるとして、わしは祠の巡礼に同行するとしよう。はい、ということでね、ちょっとツッコミどころ、なんだ満載なんですけど、ここのクエストできるようになったんだね。どうすかな、行ってもいいけど他のサブクエストやりながらでもいいけどね。どうすかな、これ今までのあれですけど、これ6種類いいんじゃないですか、ちゃんと種族。それでこの当選聖母様がレベル80だか85になる時にね、いた人ですけど、ってことは種族何なんかなみたいな、見えねえな。竜族とかかなって感じもすっけどね。だっていないのそれじゃん。だし、すごいこもってたよね。あとなんでみんな、なんだろう、合唱じゃないけど、卒業式でさ、楽しかった運動会とか言うとみんなして運動会って言うじゃないですか。なんかあれ思い出してね、ちょっとね、途中で笑いこらえてたんだけどね。
どうすかな。ひねくれて、これあったやつね、紹介中ね。グラデル大地、小屋の中にいる魔族の男性、ミゲレイが何か困っているようだ。これもそうだし、ハンコに押された背中。光の里、フィネトカにいるオーガのおばあさん、スターンカが何か頼むことがあるよ。こんなんやってもいいかもね、次回ね。はい、ということで、まあ710時間だね。出たらイベント起こんねえよな。カルサドラ火山に行くんだけど、まあそこは他のもね、埋めてもいいかもね。ただここをルーラストーンで来れるようにした方がいいかなと思うので、多分石があると思うんだけど、で外にもなんかあったよね、あれね。これ来れんのか、ルーラ、待ってルーラストーンで来れんのかな。ルーラストーン、まあそうだね、メガルーラストーンで、あった、フィネとか来れるようになったね。じゃあいいか。ここマップあんだよ、これなんかいろいろと。だからやっぱり黒宝箱が8つもある。こんなんも探してもいいかもね。まあお宝探しの数使えばどこにあるか、あの細長いとことか多分あるんじゃないかな。ああ近くに1個だけあるね。あれだけ取ってやめようかね。まあここ今旬の場所なんで、いろんな人いるかなと思いますけど、珍しい素材とかももしかしたら起こってるかもしれないので、でちょっと外れたらね、やっぱあの敵とかもいるんじゃないかなとかも思いますけど。ほらほら、いた、なんかいた。いや、ドラクエ11の敵だね。だから、まあ、見破ってね、埋めていけばいいかなと思いますけど。暗闇ハーピーとか出てきたもんね。もしかしてレベル上げに、経験値見てレベル上げにいい場所なのかもしれないしっていうね。まあちょっと時間経ってるんで、ちょっとあの宝箱取ってやめます。何これ、ダークファンタズマか。ん、あったあったあった。おう、帝国参照軍、まあこんなんあんだね。はい、ということでここまでですね。ドラゴンクエスト10バージョン5、最後までご視聴いただきありがとうございます。私のチャンネルではドラゴンクエストのナンバリング、派生ゲームはもちろん、他にもレトロなゲーム、新作ゲーム、いろんなゲームに挑戦していってるチャンネルでございます。これからもいろいろなハードのゲームにも挑戦していきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。視聴者様方にも楽しんで見ていただければ幸いだと思っております。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、 Twitter フォロー、ベルマークの通知登録などしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。